鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、狸、月岡義俊、和漢百物語、小野川喜三郎を乳道に化けた年を経た狸に、タバコの煙を吹きかける力士、小野川喜三郎を描いている。化け狸は、日本に伝わる、狸の妖怪である。人間をたぶらかしたり、人間の姿に化けたりすると考えられている。あやかしたぬきや、古狸。 ぬきなどとも称される。野山に生息している狸たちが人間を化かしたり、不思議な行動を起こしたりすることは、資料、物語、または昔話、世間話、伝説に見られ、文献にも古くから変化をする能力を持つ、怪しい動物、妖怪の正体であると捉えられていた一面が、記されている。広く認識されている最古の例としては、 奈良時代に編まれた、日本初期に、春二月、陸湯無事な、蚊人もった、という記述があり、ついで、日本霊域、宇治周囲物語、古今著文集など、平安時代から、鎌倉時代にかけての説話にも、狸という漢字で示された獣が話に、登場している。江戸時代以降は、狸、無事な、真美等の呼ばれ方が主に見られるが、狐と同様に、 全国各地で他のものに化ける、人を化かす、人につくなどの能力を持つものとしての話が残されている。無事な、マミとの区別は厳密にはついておらず、これは元々のタヌキ無地なマミの故障が土地によってまちまちであること、同じ動物に異なったり、同一だったりする名前が用いられてたことも由来すると考えられている。関西では豆だ。 東北地方では臭い、臭エなどの呼ばれ方もあるが、いずれも動物としての呼称と共通したものである。文章表現としては漢語を用いたあやかした抜きや、かいたぬき、古田抜きなどの熟語も存在する。人間を化かすほか、化けたぬきの大きな特徴には膨らませた腹部を叩いて、腹鼓を鳴らす、巨大な陰謀を用いて、人間を襲ったりする、などが挙げられ。 いずれも江戸時代から、狸の特徴として、絵画や物語などを中心に確認できる。大きな陰謀については、狸の筋力八丈時期という狸全般に関する、関陽区から発生したものと考えられている。本庁食感巻十一の狸の項目にも、化ける行動を含めこれらの挙動が記載されており、狸がこのようなことをすると考えられていたことを、 確認することができる。八丈敷の陰謀を畳敷の座敷や大きな寺院と見せて人を化かそうとするが、そこにタバコの火あるいは針などを落とされて、狸が失敗をする話は昔話として日本各地で明治から昭和前期にかけても広く採取されている。狸が人間を化かす話は京都、大阪、江戸などの都市部や、 各地の城下町では狐による話と同様に親しまれた。沖縄県や島所部を除く、ほぼ日本全国各地に昔話や伝説が存在するが、佐渡島や淡路島、四国には無事な狸に関する伝説が、近世から特に数多く記録され、残されている。化ける動物の代表格として並び称されているものに狐がある。 狐七化け狸八化けということわざでは、狐よりも狸の方が人間を化かす腕が一段上であると俗に言われている。何をもって基準としているのかは定かではなく、定説ははっきりしていない。狐は人を誘惑するために化けるのに対し、狸は人を馬鹿にするために化けるのであり、化けること自体が好きだからという説もある。狸という漢字は、 中国では山猫を中核とする猫のような中型哺乳類の漠然たる総称として用いられていた。日本には山猫に相当する動物がいないため古代から中世にかけて知識人らによってタヌキ、野良猫、イノシシ、アナグマ、イタチ、ムササビといった動物が文献によってまちまちにタヌキという漢字に当てはめられたと見られている。そのため 日本霊域の話に登場する、タヌキという漢字には、猫という訓もある。平安時代の文献、本蔵和名や、和名類受賞においてはタヌキ、ムジナ、マミは、それぞれの訓に分かれ、猫とも別項扱いされているが、本蔵色派集、愛能賞では依然として、タヌキに、猫と、訓が付けられている箇所があったりと、漢字そのものが指し示す動物の範囲が曖昧だった。 歴史がある。佐渡の段三郎狸、徳島県の金長狸、六江門狸、香川県の田三郎狸、愛媛県松山市のお袖狸などのように、特別大きな能力や人通力を持つと考えられた狸は、自社や祠などが造営され、民間からの祭祀や信仰の対象にもなっている。現在確認されるその多くは、江戸時代末期から、 昭和初期にかけて整備されたもので、霊言などが話題となり、流行心と言える形で民間に大きな人気を得たものもある。狸が化ける話は日本各地に伝わっている。全国的には人間に化けた話、寺の僧に化けた話、大乳道やのっぺら棒などの妖怪に化けた話、狸林などといった不思議な音を起こした話、呼びかけながら、 人の家の戸を叩いた話、金玉八丈時期の話などが知られる。とりわけ、四国などでは狸に関する伝承が多く、確認されており、様々な話や霊言、妖怪が、他の土地以上に、狸と結びつけられて語られていた。江戸時代末期から、大正、昭和初期にかけて、大きな勢力を持った名のある狸としては、段三郎、エモ門。 タサブローなどをはじめとして、寺社に祀られ信仰の対象ともなっているタヌキも数、多い。他には808匹の眷族を従えていたと、されている、隠人業部などが、江戸時代末期以後、講談を通じてよく知られていた。ありがとうございます。